ではですね、早速、録音してみたいと思います。いきます、録音開始。はい、こんにちは、瀬戸康史です。これが内蔵マイクの音でございます。どんなもんでしょうね。瀬戸康史でございます。わっわっ。はい、じゃあ次、このマイクをね、ここにブスッと挿して、マイク挿しましたので、ちょっとこれでね、これ自分の方向けて撮ってみたいと思います。いきまーす。撮れてませんでした。なんでかっていうとですね、これね、気をつけていただきたいんですが、本当に基本的なことなんですよ。僕最初に撮ったのはプラグをこう抜いて、この状態で録音しました。カメラの内蔵マイクで録音されます。で、僕はじゃあ次マイクで撮りますねって言って、これをここにね、マイクのところにブスって挿したんです。で、はい、セットですって言ったら撮れてなかった。なんでかっていうと、これスイッチオフになってたんですよ。ほんと基本的なことですけど、これやっちゃうと音が一切取れません。その素材が全部パーになります。だから僕はもうそれ防ぐために、もう基本的にはもうここのスイッチオフにせずに、基本的にもうオンにしっぱなしにしときます。で、抜けば内蔵マイクになってるし、マイクはオンにしっぱなしで、またこうブスって刺せば内蔵マイクで取れると、そういうことになります。スイッチオフだけは気をつけてください。あと、これはですね、プラグインパワー方式っていうことで、電池入ってないんですよ、このマイク。EOS KISS X4 で使う場合は電池が必要です。気をつけてほしいのは、ここオンになってても、EOS KISS X4 とかの場合は、電池がなくなったら録音できなくなるということになりますよね。だからそれも気をつけてください。だから、一番安心なのは、この EOS 60D みたいなプラグインパワー方式で使えるカメラにマイクを接続して、ずっとオンにしっぱなしにすると。オフにしないということです。そうすれば適当にブスじゃあやろうぜってやっても失敗はないんで、オフのまま挿してはいどうもっていうのが一番最悪のミスですから、皆さんこのマイク使うときは気をつけてください。はいはい、では撮っていきたいと思います。これが内蔵マイクの音です。内蔵マイクの音です。どうも瀬戸康史です。どうでしょうか、聞こえ方はどうでしょうか。では次、マイクをつけてみましょう。はい、これがオーディオテクニカの外部マイクをつけた時の音です。どうでしょうか？ステレオマイクどうでしょうか？こんにちは、瀬戸です。どうも、瀬戸です。内蔵マイクの音です。どうも、瀬戸康史です。どうでしょうか？ステレオマイクどうでしょうか？内蔵マイクの音です。どうも、瀬戸康史です。どうでしょうか？ステレオマイクどうでしょうか？内蔵マイクの音だ。内蔵マイクの音でだ。外部ステレオマイクでだ。どうでしょうか？はい、これ冷蔵庫の音です。外部マイクで撮ってます。今内蔵マイクです。はい、こちら内蔵マイクです。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ聞いていただいたようなこんな感じになるということです。もしこれでね結構変わるなということであれば外部マイク使った方がいいし、そうでないって思うなら内蔵マイクでいいと思うしということです。まあ僕はね買っちゃったんで、このまま、外部マイク使い続けることになると思います。ただね、この外部マイクを使うことによって、なんかねホワイトノイズっていうのかな、このサーって音が入るようにちょっとなりました。これがなんで入るのかもよくわかんないんですけど、僕はねちょっと劇的に変わるっていう感じではないんじゃないかなって思ってます。でもまあ聞く人が聞けばやっぱり音質は全然違うのかもしれませんね。だから音質にこだわる方はこういう外部マイクつけた方がいいのかな。まあよくわからないっていう感じですね。ただなんかつけてるとかっこいいっていうのはあるので、あとステレオでこう右の方から喋る右からだし、左の方から喋る左だしね、あー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 っていうね、こういう聞こえ方になるので、まあ面白いですよね。あとですね、カメラで録音モードを設定できるんですけれども、今回撮ったのはオートで撮りました。マニュアルにはせず全部オートで撮ってました。以上オーディオテクニカ、オーディオテクニカの AT9941 でした。AT9941 でした。これから一眼で動画撮るぞ。さよなら。さよなら。